ヘキソミノはボリオミノの一種である。6つの正方形を辺に沿って繋げた形は回転、胸像によって同じになるものを同一と考えると35種類ある。これらを総称してヘキソミノと呼ぶ。胸像を別物とするとさらに25種増えて60種になる。35種類の両面ヘキソミノ一覧。色の違いは各ヘキソミノの持つ対称性の違いを表している。 階段状に配置されたヘキソミノヘキソミノは、ペントミノと同じように35辺べてを使って、長方形を作るパズルが考えられるが、これは解を持たない。このことは、ピースを一末模様に塗ることで確かめられる。長方形を作るためには、白黒が105個ずつになる必要があるが、白黒が3、3に分かれるピースが24種、2、4に分かれるピースが11種であるため、 白黒どちらも偶数になってしまう。単なる長方形に詰めることはできないため、他の形に並べることが考えられている。代表的な図として、20段の階段型や 15×15 15の正方形に3五の穴を開けた形などがある。単独でない図形としては、7辺から構成される5組の合同図形や、5辺から構成される7組の合同図形を作成することも可能である。 蒸気の白黒が同数でない11辺について、面積比が1、9時25分の掃除型を作ることが可能である。穴の開いた造形穴の開いた図形としては、前述の 15×15 15の図の他に、全体と穴の面積の比が224,14,250,40,280,70,378,168の掃除型と、 ナルズが発表されている。ジーン・ミアスラは 15×17 の中にペントミノ型の穴を開けた図を発表している。パトリック・ハムリンは長方形の中に50個の穴を開けた図を発表している。ドミニク・マレットは長方形でない外形に52個の穴を開けた図を発表している。一末模様に塗り分けた時に白と黒の数がに4になる11種類のピースのうちの一つを2回。 使うことにより、パリティが解消され、636の長方形などいくつかの図形が作成できる。2つの6十8の長方形を作ることができる。これは、11種類のどのピースを追加しても可能であり、2回使用するピースを2つの同じ位置に配置することが可能である。何種類かのピースは追加することにより3個の62。 の長方形や4個の6九の長方形を作ることができる。これは並び替えることにより924、1218の長方形を作ることもできる。11種類のどのピースを追加しても追加したピースの掃除型を作ることができる。片面型ヘキソミノは60辺である。一末模様に色分けした時に白と黒の数が違うピースは18個となる。 これらすべてを使用して短編画語以上の長方形はすべて作成可能である。任意のデコミノの掃除型を作成することも可能である。1マスはみ出した長方形転用から発売されているプラパズルのシリーズの中にヘキソミノのセットがある。1119の長方形の外側に一つ正方形がはみ出した形をしている。 ペントミノと違いこの形の解の総数は不明であるが、商品には10億通り以上の組み合わせがあると明記されている。実際にはコンピュータにより200億通り以上の解が求められており、解の総数は1020から1025通りくらいと予想されている。立方体の展開図にあたる11個のヘキソミの立方体の展開図は正方形が6個つながった形であるのでべて、 ヘキソミノである。ABC ザポリーページーズのヘクサーマノスの交参照、ABCDEFGHI ザポリーページーズのヘキソミノのページ 5×72、660、845、940、1十3 6 1230、12 1524、18、20の八種。ありがとうございます。